さあやっていきます。桜大戦実況パート5です。ちょっと音大きいかな、こんなもんかな。ロード画面を押したらいきなり始まってしまって、ちょっと大きいかなという気がするけど、まあこのままやっていくか。脇地やりたい放題、おかしいんだよな。脇地はもう出てこないはずなんだけど、桜大戦実況パート5、パート4で、織姫がね先行にして、出てしまって、それを追いかけるようにして花組の面々、おお、追いかけるようにして、さくら、大神、アイリスの3人しかいない元帝劇メンバーが出撃したという、そういう状況でございます。大したことないです、大したことないです。織姫のキャラが立っている。アイゼンクライトってどういう風な攻撃システムなんかな。全体的に暗めかな、絵が殺鳥。いや久しぶりのこの戦闘シーンだな、さくら2の。茶の子さいさいって感じ。私は好きにやりますから、自分の心配をしてください。勝手にやるらしい。織姫、一人じゃ危ないよ。ちびっこにいさめられている。織姫さん、敵と戦うにはみんなで力を合わせないと大変なことになりますよ。アイリスのことはいいこと聞きたいわ。今日本人じゃないんだから。私とあなたたちではレベルが違うのです。アイリスはフランス人なんだから。それじゃ行ってくるです。しかもどちらか言うと、そこで私の活躍を見ててください。どちらか言うとハーフですらないかも。大神、何油を手がて、敵がすぐそこだよ。ハーフだからな、確か。危ない危ない、あれは劇場らしい。よし、堤防了解。割とギリギリだし、越えようと思ったら越えられそうな壁だけど。これで劇場は失敗ない。ほんまか。お前たちは戦いに専念するんだ。はいはい。てて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 今とは。とりあえず織姫をかばっとくね。今風通信、何が聞いてる。ああ、全滅させろと。隊長コマンド、てれってれん。攻めること、火の如し。了解。これよこれ。これよこれこれ。信頼度とかは、これか？体調3マイナス2？あ、体調コマンドか。これが信頼度か。アイリスは531で、織姫は000ということですね。クアットロスタロスタジーン、スタジオに。あそこの2人はアイリスとサクラに任せて、大神を突っ込もうか。早い。見てみよう、必殺技。何か変わったのか。海軍色が強い。天地一新。いいっすな。やっぱ2ですな。桜大戦は2からですな。いいっすね。やっぱ1はさすがにね。さすがに古めかしすぎた。全然戦闘がスマートだよ。めちゃくちゃスマートだよ。感動するレベル。あれ？あれ？あれ？さくらくん？
桜花方針の射程が短くなっていらっしゃいますが、あれ桜君、さてはサボってたなこいつ。1と2の間でサボってやがったなこいつ。さては、覇者牽制、桜花方針、これが桜マーク。桜花無双、あれそんな技だったっけかな、そんな技だったっけかな。桜花方針はやりました。画面端まで届くイデオン並みのマップ兵器だったのにな。それで縁か、アリスなら二人いっぺんに。戦闘がなんかスムーズになってんな。勝手に動く、そこは勝手に動いていいよ、そこは勝手に動いていい。なんで操作できてるんだってなるじゃん。もうしょうがないな。微妙に弱いぞ。大神が盾になってくれるから、まあこの辺かな。おっと、テレテテテレレレンテレレレンテレレレンテレレンテレレレン。かっこいい、かばい方がかっこいい。刀をこうね、あれそうか、効果長んねえわ。そうだ、織姫にしてても、そうだったような気がする。なんか、それでも織姫を守るべきか。いや、さくらくんを守りたいけど、そこにいたらな、絶対安全だよな。ほら、ぜい、お兄ちゃん。でもね、ワンのね、ドッドッドドドドドってこう後ろのこのスラスターみたいなやつが、排気口みたいなやつが、スラスターじゃないな、排気口みたいなやつがドドドドドってなるやつ、あれも好きなんだよな。あれは見られない。織姫はこれを倒せんかったっけ。え、こっちか倒した。必殺を見てみるか。織姫の必殺、スタジオーレ、なんたらスタジオーレ。歌え、移ろいゆく季節とともに。ワッタラスタジオーレ。カットラスタジオーレか。フランス語はわかりません。フランスやイタリア語か、イタリア語ってどういうんかな。イタリアーノとかっていうかな。フランスがフレンチっていうね。英語はイングリッシュだから。でポルトガル語はスパニッシュ。これからポーチギーズだよな。そんな感じで、なんかあったっけかな。ちょちょちょ、ドドドドドが見えなくて寂しい。この程度に再び現れるとは。
来るぞ来るぞ、来ないぞ。あれボスは、まだ10分ほどしか、ま、継続ベシッ。戦闘パートから入ったからね。ナウローディング、ナウローディングがこう戦闘パートが入ったから別に見たいっていう人いないような気がするんだけど、まあ付き合ってください。多分ボスと戦った気がするんだけどな。青いサタンと戦ってるような気がするんだよな、はい、記憶の。久しぶりの戦闘で緊張してしまいました。俺の記憶は確かなら青いサタンが出てきて、早く戻ってシャワーでも浴びたいです、たいですこの異常な揚力は、あれ、強すぎる、強すぎる人たちで。久しぶりだな、帝国歌劇団。あれ、これは青いサタンじゃないよな。お前は、まさか。やっぱ青いサタン、サタンか。青いサタン。しかも陸軍の服を着ている。青いサタン。1年前、魔の力を利用してこの帝都を滅ぼそうとした恐ろしい男です。うん、でもサタンは滅んだはずなのに。そう、ルシフェルとなって。なぜ？滅んだ。青いサタン。それは偽りの名、偽りの姓。本当は山崎。反魂の術によって、反魂の術によって我は再び蘇った。随分都合のいい術だな。反魂の術？江戸転生並みに都合のいい術だな。お前たちがそれを知る必要はない。誰だ、思い出せない。青いサタンじゃないんだよ、名前な。魔装騎兵、闇カムイ。絶対強いやん。ね、あの、恐るべき敵がまた俺たちの前に現れると。もう、何やってんですか昔の敵だかなんだか知りませんけど、あの人が敵のリーダーなら私がさっさとやっつけちゃいます。威勢がいい。貴様らごときが勝てるもんか。この帝都の怨念の加護を得たこの私に。帝都っていうところの怨念が口ほどにもね。遠距離で戦え、織姫は。せっかくなんか遠距離攻撃が充実しとるんだから、周りに入らさずに。お前は目障りだ、消えろ小娘。はあ、ここをかばうのが当然よ。これでカバーンかったらどうなんだろうな。ガイン、 3D で。邪魔立てする。こういう大神一郎機械のところも、1の時にはアニメーションだったけど、セルガのアニメーション風だったけど、2になったらこのコープのところは大体 CG で再現してますね。大丈夫か織姫くん。なぜかばってくれたのですか。そんなもん隊員だから当たり前だろう。仲間。大体思っとることを言ってくれたな、大神が。君が俺のことをどう思ってるか知ってるつもりだ。だがこれだけは覚えておいてくれ。俺は花組の隊長だ。花組の隊長を必ず守ってみせる。花組の隊員だ。それが仲間じゃないか。信頼し合う、助け合う。勝利さん。本当におせっかいが好きな人たち。でもこのムカつく敵を倒さないと気分悪いで。今のでちょっと心の金銭に触れたのか。皆さん頑張って私に協力してください。いわゆるあれか、吊り橋効果ってやつか。倒されそうになってドキドキしてたから言葉が響いたのかな。闇が吠え震えるて。お酒。あ我が愛刀お
東武系が貴様ら全員骨まで消し去ってくれるわ。やたらなんか強そうな言葉ですね。あまり強そうな言葉を使うなよ。弱く見えるぞ。今度こそ織姫をと言いたいところだが、と言いたいところだが、さくら君が突っ込むか。織姫はちょっと後方から。そして桜大戦においてザコを倒すことは特に意味がないので、速攻をかける。了解。これでいいと思うんだがな。おーこめっちゃく、これ飛ばせない、飛ばせない。天地一死。これこれ必殺技動画として YouTube に上げたら需要あるかな、ないかな、なさそうだな。やめとこう。さくらくんがみんなの盾になってくれる。通常でいいな、ここは通常でいい。あれ？終わりにしてやる。ほら。消えろ。ちょっとそれはずるいよ。大神を狙うのはずるいよ。大神を狙われるとまずいので、回復だけ。75も回復するか。ずるいな、ずるいな。大神を狙ってきてるさっきから。ここで必殺、ここら辺にダメか。重なってないとダメなんだね。重なってその十字にこう敵がいて、その横にいないと、隣接してないと。殺すとスペインとかあの辺の人たちで舌を巻くよな。日常的な会話の中で舌を巻いて喋るっていうのはどんな感じなんでしょうな。ね。あげたな。ね。普通に日本語で喋ってると舌を巻いて喋るっていうことはないけれど、国によってはね、舌を巻いて喋るのが普通っていうことだよ。舌を巻いて喋るのが普通ってこういうことなので、ってことになるわけでしょう。だから考えられない。頑張って。っていうか、さくら君を狙って、貯めて必殺。怖いなこれ。出するとサタンの必殺を食らうことになる。次のサクラの攻撃で倒しきれなければ。あ、必殺ないのか。頑張ります。ここで いい位置にいるわ。サクラ君がいい位置にいる。ここから打てばよしよしよし、これでいい。覇者牽制、王冠武将。こんなんだったかな。こんなんだったかな。ドリキャス版になってちょっと変わってんじゃないかなとちょっと密かに思ってるんだけど。あれ倒した、もしかして。もしかしてやっちゃいました。バカな、呪われし帝都の力を得たこの私が。なぜ。ほんまだよ、もうちょっと歯ごたえがないと。ほんまだよ、
前作のラスボスがこんなあっさりと第1話で倒されるという。終わったのか。はい、私たち勝ったんです、大神さん。あまりにも飽きない。アイリスも頑張った。青木サタンが現れたっていう時点でさ、1年ぶりの戦いなのに世界に散っていっている。さすがは大神さんですね。花組の面々を呼び寄せた方がいいよな。すぐ電報を入れて、せめてスミレとコーランあたりは近くにいるんだから呼び戻した方がいいよな、本当のところだ。でもあっさり倒してしまった。改めてお願いするよ、俺たち帝国海機団花組の仲間になってほしい。まあそこまで言うならちょっと考えてあげなくもないですけど。けどありがとう、オリネ君。それじゃあ久しぶりにいつものあれ行きましょうか。この文化がよくわからない。勝利のポーズ決めの群馬、群馬じゃねえよ。戦いが終わった後、文化がよくわからない。みんなで勝利のポーズを決めるんですよ。これ一を見返してもよくわからないの。なんで勝利のポーズ決めって、本気ですか？やり出したんだろうな。そんなバカなことやってられません。なんでやり出したんだろうな。誰がやろうって言ったんだろうな。それじゃ行くよ。一見てもよくわからないの。勝利のポーズ。何に向けて決めてんのかな。カメラか、カメラ誰か持ってんのかな。ね、謎が多い。でれれ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 れ、まだ続きます。もうちょっとだけ続くんじゃよ。21分来てるからもうそろそろ切るべきかなと思うんで。それでは大神さん、そろそろ大帝国劇場に帰還しましょう。さくらくんの服が。さくらくん、待て待て。え、なんですか。なんですか。でもさくら2やってるのも嬉しい、楽しみならやってるけど、それにもまして3をやるのは楽しみだな。すでに人として生きることもできず、3もやりたいな。早く死ぬこともかも。いや、殺しはいいじゃん。かつて青いサタンという名で貴様らと戦い、ちょっと声こもってて聞こえない。ちょっと声が声がこもってて聞こえない。ちょっと声、腹から声出した。憎めばその憎しみの方が大きければ大きいだけ俺自身の邪悪さが目覚める。山崎そう、やっぱ山崎って名前だった気がする。久しいな、米田山崎慎太郎みたいな、そんな名前だった気がする。お前に会いたくはなかった。山崎慎太郎は元カープに行ったピッチャーだけど、カープ山崎、あれほど言ったはった力だけを信じすぎるなと貴様たちの掲げる正義も所詮力ではないか。その前があった気がする。キャリア的にこの世で絶対の力を得なくては正義を守ることなどできはしない。それは違うぞ山崎。いや、なんか人は守るに値しない。前回その山崎って言ってないやん、米田。貴様らは知るまい。知ってたのかな。この帝都の嘆きを、嘆きを、この帝都の古より蓄積した怨念を、俺はもうじき魂すら消滅してしまうだろう。めちゃ聞き入ってしまっている。帝都の呪いは続くだった。帝都の呪い、帝都は呪われている。地球は狙われているみたいな。尻滅裂じゃろうが。
悪を憎めば憎むほどその憎悪がみたいなのはちょっとほうと思ったけど、軽々と。邪魔する貴様は後頭向けが後頭向けとかいう刀が鬼王だと。やつは一体。お兄ちゃん、アイリス、怖い。ワイも怖いやで。あれは怖いですな。仮面の男、すごい。さっきあの男、死と破壊の匂いがする。あの男が新たな敵なんでしょうか。多分正体知ってる俺は。確かっていうのがあるけど、まあ知らん風、知らん手で行こう。確かだったよねみたいな。わからないことくよくよ考えても仕方ないと思います。勝った時は素直に喜ぶのです。喜ぶのです。そうですね。さあ帰りましょう。私たちの電撃へ。多分、この辺で戦ってて、ここら辺が定域だったから、まあ、歩いて5分ぐらいじゃないか。帰る言うても。でねねね。まだまだある。まだある。まあ、ゆっくりやるか。ゆっくりやるか。急いでもしょうがね。面白いところだけを切り抜いてね。そういう風な実況もあるけど、ゆっくりやろうか。そういえば織姫、戦いが終わったら出ていくと言ってなかったか。織姫さ、織姫くんさ、服がダセーよな。普段着がダセー。そのつもりでしたですけど。黄色がなんか私の力なしでしましまがちょっと大変みたいだし、おしゃれなんだろうけどダセー。まあ、まあ、もう少しここにいてあげてもいいかな、なんてなんて。ツンデレだ。よかったですね、大神さん。織姫さんが花組に残ってくれて。それじゃあ今日は歓迎会のやり直しですね。朗報、さくらくんが可愛い。いや、2のさくらくんが一番可愛いですね。言っておきますけど、日本の男が大嫌いなのは変わってませんからね。まあまあまあ、じゃあアイリスとさくらをあてがっておくよ。うるせえガキ、うるせえ。ところで、近いに今度の敵は一体何者なんでしょうか。教えてくれ。わからねえが、ただ一つはっきりしていることは、はい、相手がどんな野郎でも俺たちはこの帝都の、さっき山崎がどうのこうの言っとったじゃねえか。その辺のことをちょっと教えてくれてもいいんじゃないですかね。山崎がどうのこうの。じゃんじゃん飲め。今日はパーッと行くで。パーッとな。帝国歌劇団花組の新しい門出ですね。そう、そろそろもう花見の時期ですよ皆さん。花見に行きましょう。花見にね。岡山だったらね、桃太郎カーニバルじゃないな、あれなんだ、桜カーニバルか、桜フェスティバルか。あのね、旭川沿いの後楽園のところのところ、こう屋台とかがパーッと出てね。焼肉だるまあたりかな、あのバーベキューセットの借りてる連中とか下のところでこう焼肉なんかをしながら、そんな風な時期が来ておりますね。まあ岡山はそんな具合だけど、多分、まあ、各地方そういう風な桜の花見をしてるんじゃないかなと思いますが、次回予告、桜の季節から。新しい人、じゃらん。海はいいなぁ、大神。桜大戦2、アイリスの手紙。大正桜にロマンがあらしい。アイリス、本当はね。夜の時にも狙われてたぞ。
手な具合で第1話の第5夜でした。セーブが第2話アイリスの手紙。第1話何だった？燃えよテートみたいな、花燃えるテートでしたね。じゃあ次第2話でお会いしましょう。ほなまた。